はい、始めたいと思います。えー、今回、私はビッグクエリ ML を使った推薦システムのお話をしたいと思います。えー、いつも私、えー、こちらの勉強会で、まあ、ビッグクエリですとかパーテックス AI とか GCP の機械学習関連のサービスについて紹介しているんですけれども、今回もビッグクエリと ML、ビッグクエリの中で SQL を使うことでマシンラーニングモデルが簡単に 作れるというようなビッグクエリールを使った推薦システムの話をしたいと思います。推薦システムの基礎から始めたいと思ってます。こちら様になります。まず、推薦システムって何なんだっていうお話と、あと、2つ代表的な手法として、コンテンツベースフィルタリング、協調フィルタリングという推薦システムの手法があるので、そちらを紹介したいと思います。 でその次に実際にビッグクエリール上で協調フィルタリングの手法を用いたモデルの作成と予測を実行したいと思います。えー、まず推薦システムの概要ですね。推薦システム、み皆さんおそらく日常の生活の中で、まあ、いろんなウェブサービスを使う上で結構いろんなところで、まあ、実は恩恵を受けていたりとか、実はその使っていたり。 すするようななシステムにってます例えば日常生活の中でアマゾンとかで買い物をするときにあなたに合った商品がサジェストされますよね。なんか実際にこのあなたが興味ありそうな商品というものが自動的にそのリストに並んだりとかあるいはそのネットフリックスや Unext とかの動画配信サービスだとこういう映画があなたになんか向いてるんじゃないですか好きなんじゃないですかみたいなそういったサジェストションがされますよね。 そういったように、まあ、膨大なコンテンツ、Amazon だったら本当に膨大なあの島の品物の中から、ユーザーの興味に合わせたものを提示するようなシステム。で、ユーザー目線からすると、まあ、た,たくさんコンテンツがある中で、映画とか品物がある中で、どのコンテンツに自分が自分にとって価値があるのかというような特定をかす助けるようなシステムです。で、まあ、応用領域としては、 アマゾン、日用品とか、本とか、動画配信サービスだったら映画とか、ニュースサイトでしたらニュースとか、様々応用領域は多岐にわたっています。で、繰り返しになりますが、ユーザー目線からすると推薦システムというものは、膨大なコンテンツから自分の興味にあったものを見つけられるシステムになっていますで。それを助けるシステムになっています。サービスの運営側からすると、利用者が体験向上して、より 効率的にその興味のあった商品、いい体験をしてもらうことができるようなものを助けるシステムになっています。で、こちらでその、まあ、今回お話しているのは、まあ、技術的なお話になるので、まあ、推薦システム 皆さんもそのニュースとかでいろんなお話を聞いているかと思います。プライバシー問題とか、いろんな問題を内包しているんですね。例えば、そのブラウザのキャッシュ問題とか、ずっと追跡されることで、自分のプライバシーが侵害されてるんじゃないかって感じる方、多くいらっしゃると思いますし、僕もな個人的に思うところはあったりします。ただ、そういったその倫理的な側面っていうのは、今回は議論しない。 ようにしたいと思ってますただ単純に僕が個人的な興味からなんかいろいろアマゾンとかで商品買うとき推薦されるけれどもこの裏側ってどうなってるんだろうみたいなそういう個人的な好奇心から調べた内容になってます。ご了承ください。で、次に推薦システムの大きな2つあのやり方があるっていうお話をしたんですけれどもその1つですね。あこちらになります。 えっと、コンテンツベースフィルタリングと協調フィルタリングについて紹介したいと思います。まず、コンテンツベースフィルタリングの方法なんですけれども、こちらは、えー、アイテムの特徴に基づいて推薦するシステムになってます。という、まあ、アルゴリズムになってます。アイテムの特徴っていうと何かっていうと、例えば映画ですとか、映画で,映画ですと,、えー、と、出ている俳優の名前だったり、監督している監督の名前であったり、 あるいは年代であったり、制作された国であったり、配給会社であったり、そういったアイテムの特徴に基づいて、その自分のプロファイリング、その推薦したいユーザーのプロファイリングと照らし合わせて、そのユーザーが好きそうな特徴に基づいて推薦するようなロジックになっています。で、一方で、協調フィルタリングという方法もあります。こちらは、似た思考の人が高評価しているアイテムを サジェストするっていう方法になります。どういうことかというと、例えばその似ている思考を持っている人、映画だったら映画好き、映画の趣味の合う人が進めている、で、自分、この進めたい人がまだ見ていないと思われるものを推薦する、他人の評価を参考に推薦する方法になります。で、どちらも得意不得意側面あり,あありまして、例えばそのコンテンツベースフィルタリングですと、 新しい品商品でも推薦可能。例えば、その新しく封切りされた映画があったとして、ブラピが出ている。で、監督は誰々みたいな、そういう情報は得られますよね。えー、なので、のブラピが出ているから、あなたブラピ好きでしょう。だから推薦します。みたいなやり方も可能。新しい商品でも推薦は可能になっています。一方です。強調フィルタリングだと、それは難しくて、新しいユーザー、商品には誰も評価していない。何も評価がない。 ものに対しては対応できないっていうようなメリット、デメリットみたいなものもあります。得意不得意の側面がたくさんあります。いろんなその観点がありまして、こちら、は今回はちょっと省略するんですけど、具体的な比較については。まあ、そういったその得意不得意があって、その場合に合った方法を選択するのがいいのかなっていうふうに思います。あるいはその2つを組み合わせた統合アプローチっていうものも考えられます。 えー、コンテンツベースフィルタリングなんですけど、まあ、具体的な例なんですね、えっと。思考に合った特徴を備えたアイテムを推薦する。で映画ですと、監督、俳優、ジャンル、受賞歴、配給会社、ニュースだとタイトルとかジャンルとか本文のキーワードとかを用いて、まあ、自分にそのあらかじめプロファイリングしたそのユーザーの思考っていうものをあの蓄積しておいて、それに合った特徴を備えたアイテムを推薦する方法になっていますで。例えば私が、すでにデーティング、過去のデーティング情報、映画の レーティングこ,れを強化がよかあこの映画が良かったみたいな情報を用いてこの人どうもジャンルで言うとサスペンスが好きだなみたいな俳優で言うとロバート・デ・ニーロが好きだなみたいなそういった思考を予測します。でそうすると推薦システムとしてはどういう映画をあの推薦すればより興味を持ってもらえるかみたいなものができる。 提案がでできるわけですね例えば、このサスペンス、デニーロっていうキーワードだけ、特徴だけ抽出すると、こういうアンタッチャブルっていう結構昔の映画なんですけれども、こちら、デニーロが、えー、と禁酒法時代のギャングのボス、アルカポネを演じた映画、で合宿、合衆国の財務官とギャングのボス、アルカポネを工房を描くようなクライムサスペンス映画っていうところで、この、まあ、特徴に、思考データに完全に合致した映画をサジェストすることができます。 実際、この映画すごく素晴らしくて、めちゃめちゃ面白い映画で、僕はすごく大好きですで。そういった特徴をもとに、思考データ、プロファイリングをもとに、ファッションするっていうような方法、渡したいアイテムみたいな、そういった対応を考えられるのが、コンテンツベースフィルタリングの手法になります。でこちら、本当に素晴らしい映画なので、もし何か時間あったら <laughs> ご覧になってください。本当に最初の、最初のオープニング5本が素晴らしい。 あの、デ・デニーロのすごい演技力がさえたる映画だと思います。3時間ぐらいあるんですけど、時間あったらどうぞ。で、一方で、協調フィルタリングのお話です。先ほどもお話しした通り、過去のレーティング情報を用いて、その人の趣向に合った人っていうものを、あの、えー、っと、見つけ出します。で、まあ、実際の日常生活でも、まあ、あると思うんですけれども、 例えばその映画の話になりますけれども、映画の趣味の合う友人 A っていう人が、あの、この是枝裕和監督の最新作が良かったみたいな。是枝裕和監督っていうのはちょっと前にあのカンヌで最高賞を取ったパルムドールを取った万引き家族っていう映画があって、僕はすごく好きな監督なんですけれども、まあ、その最新作、今公開されている韓国の赤ちゃんポストを題材にしたベイビー・ブローカーっていう作品があるんですけれども、それ友達が良かったよって言ってて、 言ってたとしますよ、ね、で一方でそこまでこの人と映画の趣味合わないなみたいな、まあ、そんなに厳しくはないんですけどあの合わないなっていう友人 B がいたとしてこの人がなんか新海誠の監督の最新作「竜とそばかすの姫よかったよ」っていうふうに言ってたとしますよね。で私としてはどっちがどっち興味そそられるかなって言われるとどっちかというと是枝裕和の最新作の方がなんか面白いんじゃないかっていうふうな判断が。 自然となされる、まあ、どっちが正解とか絶対ないと思うんですけど、で、協調フィルタリングのあくまでその基本的な戦略としては、じゃあこの思考のマッチ度合いの高いユーザーが高く評価している映画を推薦してあげようっていう、どっちかというと、新海誠監督の三新作よりも是枝監督の最新作を推薦してあげようっていうふうな戦略っていうのが協調フィルタリングの基本的な考え方になります。だから人対人対になりますねでその 似ている人が高く評価している商品を推薦してあげる。そこがあのコンテンツベースフィルタリングと違う点ですねで。大きく2つ違いがあることが分かりましたでしょうか。で実際、両方ともあの個人的にあの見て、ベイビーブローカーも竜と蕎麦克姫も面白かったです。なので、基本的な戦略としてこういう例えば考え方があるよっていう意味です。実際はその正解はないと思います。 でより詳しく言うと、そのまあ行列にして表すことができます。協調フィルタリングの中で、例えばその今の例で言うと、私と A っていうのは結構映画の思考が似ている。例えば映画1に対して私4っていうレーティングをして、A, A さんも4っていうレーティングをしている。で一方で映画3に関しては、まあ、そこまでかなみたいなレーティングもしている。だから、高評価、低評価が似ているっていうふうに、あの 同じだと思考が似ているっていうふうに判断できます。映画4に関しても最高評価、最高評価。ということで、私と A さんは結構似ているの。で、A さんが高く評価している映画を私、まだ未評価なので提示してあげれば、推薦してあげれば、何かしら、まあ、いい、効率のいいあの提案ができるんじゃないかなっていうことで、私に映画2を推薦するっていうのが今のお話になります。で どれぐらい似ているか、私の評価と A さんの評価ってどれぐらい似ているかっていう類似度の定量化に関してはいくつか方法があります。いくつか定量的な評価指標があります。相関係数っていうものがあったりとか、まあ、一番簡単なのはコサイン類似度ですね。c o s シータの値です。ベクトル、こちらの,その4とこの 4,、まあ、4次元ベクトルですね。私の映画の4次元ベクトル評価っていうのと、A さんの4次元ベクトル。 評価映画の評価の4次元ベクトルの値を、まあ、内積を計算してあげて、絶対値で割ってあげる。c o s タの値っていうものが1に近いほど、そのベクトル同士は似ているというので、えー、と類似度が似ている。まあ、あるいはマイナス1であったり、まあ、0に近いほど似ていない。みたいな判断ができます。そういったもので、私と A さんの類似度っていうものを計算することが、例えばできます。 他にも相関係数たくさん種類があるんですけれども、今回は省略させていただきます。あるいは類似度の定量化もできるんですけれども、こちらの行列、まあ、かなりあの膨大な数になります。えー、M 次元、M×N 次元の行列になるんですけど、私、まあ一般的な、例えばネットフリックスだともう本当にユーザー数で言うと億人、何億人みたいな、映画数ももう数、わからないですけど、数千万とか、数 数百万とか、それぐらいあるのかもしれないです。でそういったそのすごく巨大な行列に対して、そういったコサイン類似度を計算するっていうのは、かなりちょっと難しい計算になるんですね。なので、まあ、そのモ,デルにモデルの計算にしても、かなりそのパフォーマンスの問題とかもあったりとか、そういったもの、問題が抱えているので、もう一つ、行列を分解するっていう、まあ、近似手法によって、 もう少し効率的な計算方法がを考えることができます。で、これ、それが、後ほども説明しますが、行列分解による近似の方法になります。まあ、こちら、ちょっと簡単な話なんですけれども、ちょっと均一にそれるんですけど、フィードバックって、私、今、レーティングの話をしたんですけれども、例えば映画を見て、これ、5段階評価で言うと、何段階評価ですか、3点ですか、4点ですか、5点ですか、みたいな、そういったもの、自分でそのレーティングをするような。 フィードバックを明示的なフィードバックと言います。ユーザーに質問して回答を得る。で、一方で、あの、ユーザーの行動から評価を推測する。暗黙的フィードバックっていうフィードバックの分類もあります。ユーザーがその映画をどれぐらい閲覧したか、再生してすぐに閉じたのか、あるいは最後まで見てくれたのか、あるいはそのソフトを購入したかどうか、みたいなものから評価を推測することができます。で、どれそれぞれ、あの、良し悪しがありまして、 こういった表にまとめることができます。すみません。まあ、こちらはちょっと脇道にそれるので、はい、今回、そのモデルの作成で使うのは、レーティング情報になるので、明示的なフィードバックになります。で、先ほども説明したんですけれども、協調フィルタリング、類似度に基づく手法を、例えばそのコサイン類似度を計算しようとすると、商品数、ユーザー数が膨大で、素なデータになってしまう。まあ 言ってしまえば、私がレーティングできる情報って、たかだかまあ100とか数百とか、頑張ってもそれぐらいだと思うんですね。実際にサービス使う上で得られる情報ってそれぐらいだと思うんですね。となると、まあ、あの未放課の部分をゼロで置き換えるんですけれども、この行列っていうのは、ほとんどゼロの要素がたくさんあるみたいな行列、素な行列になってしまうんですね。でそういったものに対して、類似度を計算したりするのは、 結構なんか難しい、非効率だったりするんですね。計算もすごく膨大になっちゃう。なので、次元の削減が必要になってくるんですね。こういったもう本当にコンテンツ、M×N のすごく巨大な行列で表されるとすると、この評価行列っていうのが。なので、一般的な方法としては、行列分解に基づく手法っていうのが取られることが多いです。それはどういうことかというと、こちらのえっと画像なんですけど、こちらの 岩田さんのこの PDF からあのそのその持ってきました、えーっと。どういう方法かというと、この評価行列っていうものがこれです。行がユーザーで、列が商品を表していて、各要素がその商品、そのユーザーその商品に対するレーティング情報で、これを分解してあげます。行列の席に分解してあげます。でそれを禁じしてあげるで。そうすると、えーっと こちらの出来上がった行列、ユーザーの潜在行列っていうもの、あと、えー、と商品の潜在行列っていうものは、もともとそのあったユーザーのアイテムとか特徴を含むため、これを用いて類似のアイテムとかを推薦したり、まあ、類似ユーザーを見つけたりとかすることができます。で、そういった手法を用いて効率的に計算するっていうのが行列分解の、えー、基本的な方法になります。 で、それでも、あの、えっ、ー、と、そうですね。その行列を用いて、自分のその似ているユーザーっていうものを、えー、と見つけるみたいな方法になります。で、今回使った、えー、今回これから使うデータなんですけれども、あのー、こちらはその Google のこちらのチュートリアルに沿ったものになってます。 で使われているデータっていうのが、えー、ムービーレンズっていうあの、推薦システムの開発とか、ベンチマークのために作られたウェブサイト、映画のレビューのサイトなんですけれども、まあ、研究目的とかで使われ、もともと作られて、今もあの自分でレーティングできるサイトになってます。でその推薦システムの評価にも使われるし、まあ、実際に使えるサービスとしても、えー、有名なムービーレンズっていうサイト。 で、集められた映画のレーティング情報になります。で、こちらの、えー、と URL から、実際にそのデータがダウンロードできるんですけれども、100万件のレーティング情報、6000人のユーザー、4000件のムービーになってます。こちら CSV ファイルでダウンロードできるので、こちらをビッグクエリ上で読み込みました。で、そこでモデルを作成しました。で、こんな感じで実際にあのご覧いただけます。このムービーレンズ。 使おうと思うと、ちょっとあの会員登録が必要なんですけど、あとなんかいろいろ、これ研究目的ですか、なん何の目的ですかみたいなの聞かれるんですけれども、まあ、ログインするとこういうようなサイトになってます。<laughs> あ、失礼しました。で、はい、デモになります。で、デモの中で、こちらのその、今回使うあのクエリなんですけど、ML レコメンデーションの行列分解のモデルを作成するクエリっていうのは、 ちょっとあの普通のクエリとは勝手が違いまして、スロットを購入する必要があるんですね。ビッグクエリ上で、スロットは何かっていうと、ここに書いてある通り、演算能力の単位なんですね。あらかじめちょっと料金を払って、演算能力をあの購入する、を使う権利を購入する必要があるんですね。で、そのやり方が若干癖があって、かなり僕、何回か失敗したので、 そのあたりも含めて紹介したいなっていうふうに思うんですけど、また購入するとなるとお金がかかるので、ちょっと、なんていうか、その、キャプチャーを交えつつ紹介したいなっていうふうに思ってます。で、まず、そうですね。こちら、あの、Jupyter ノートブック形式のノートブックになるんですけれども、こちら、あの、僕の GitHub のレポジトリにアップロードしてます。 こちらからもアクセスできますので、ご興味ある方は、ぜひ、あの、実際に動かしてみてください。まず、この、まあ、最初のあたりは設定なんですけれども、何をしたかっていうと、この、ムービーレンズのサイトから、ZIP ファイルをダウンロードしていきます。で、ZIP ファイルダウンロードして何ができるかっていうと、まあ、ダットファイルができるんですけど、それを CSV に落とし込みます。で、そうすると、このレーティング情報ですね、先ほど、 画像で表したようなレーティング情報。ムービーの ID とレーティングの指数。あと、後ろは、あの、ユニックスタイムかな。こんな感じの時間を表すものです。で、最初が、ユーザー ID ですね。とか、こういった、その、ムービータイトル。ムービー ID とムービータイトル。あと、ジャンルですね。みたいな情報が、え、得られます。CSV ファイルとして得られました。 で、それを b ビッグ u i のクライアントを使って、えー、っと、テーブルを作成して CSV をインポートします。で、2つ、レーティング情報とムービータイトル情報っていうものをテーブルとして、えー、っと、インポートします。ロードしますで。そこでできたのがこちらになります。まあ、例によってちょっとモデルの作成にあのかなり時間がかかるので、今回はちょっともう出来上がったものを紹介したいなっていうふうに。 思ってます。レーティング情報、こんな感じになってます。CSV ファイルを今のムービーレンズのサイトから CSV ファイルをダウンロードしてインポートした情報というのがこちらになります。で、ムービータイトルがこちらになります。こんな感じになってます。で、それで、いろいろ基本的に調べてるんですけど、ここのモデルですね。モデル作成のクエリというのがこちらになります。 まあ具体的なお話で言うと、どこかなってうと、こんな感じのクエリになってます。実際、今はちょっとスロットも購入してないので、動かせないんですけど、えっと、モデルタイプ、ただもうマトリックスファクトライゼーション、行列分解っていうようなモデルを指定してあげる。ユーザー ID とアイテム ID をカラムとしてしてあげて、レーティング、情報を、えっと、モデルを作成する。 あつまりユーザーの情報とアイテムの情報をあの行列分解するっていうようなモデルになってます。で、出来上がったモデルがこちらになってまして、まあ、こちらの記法っていうのはあの、基本的にはビッグクエリ ML の記法に従っていて、まあ、より具体的なあのパラメータですとかは、こちらの、えっとビッグクエリの公式ドキュメントの方に全部書いてあります。 で出来上がったモデルっていうのがこちらになります。だいたい15分ぐらいかかったと思っていて、まあ、トレーニング情報こんな感じで得られます。こういった評価に関しても評価指数に関してもこんな感じで得られます。で、出来上がったモデルに対して、実際その、えっと、 元々のレーティング行列と照らし合わせて、各ユーザーのレーティングを予測することができます。そのあたりが、この ML Recommend っていう、えー、書き方、関数っていうんですかね、関数を使って、モデルを指定してあげると、レ、えー、ーティングのテーブルから、実際そのユーザーの、各ユーザーのレーティング、プレディクテッドレーティングというものを出すことができます。で、プレディクテッドレーティングが出せれば、その予想されたレーティングが高いものを で、ユーザーが評価してないものを提示してあげるっていうのがしあの、先ほど言ったその推薦システムの基本的な動作になっているので、プレディクティッ d レーティングの高いものを提示してあげるっていうことができます。すると、まあ、推薦システムとしては、一定の役割を担っている、担えているっていうふうに言えると思います。で、実際、そのすべてのユーザーに対して、すべてのエーカーのレーティングを予測して、 で、テーブルに保存するクエリっていうものを作ってみました。でそれがこちらになりまして、えー、結果としてはこんな感じ。ムー,ービータイトル。こちらになってます。こんな感じのデータになってます。ユーザー ID とアイテム ID で、Predicted r a っていうのがこういうな感じであの結果として得られます。ちょっと気になるのは5を超えている。5段階評価のはずなんですけど、5を超えていたりとか、 マイナスになっていたりとか、もしかしたら正規化がうまくいってないんじゃないかなっていうふうにちょっと思うことがあったんですけど、ちょっと後日改めて検証したいと思ってます。そういうのができました。で、まあ、ユーザーに対しては、まあ、既存のデータ、その逆襲に使ったデータを使って、まあ、レコメンデーションモデル、レコメンデーションの結果を得ることができました。じゃあ、ちょっと自分のあのレーティングっていうものを用意してあげて、僕が勝手に作った、その、 映画のレーティングっていうものを用意してあげて、これを使って僕にどんな推薦、あの、ムービーが推薦される、映画、どんな映画が推薦されるのかっていうのをちょっと見てみたいなと思ったので実際やってみました。で、それが、あこちらの、えー、っと、クエリーになります。こういうふうにクエリーとしては指定してます。まあ、詳細はちょっと説明する時間もないので省きますけれども。 モデルとしては、MLM r コメン m っていう関数を使って、今さっき作成した、さっきというか、あらかじめ作成しておいたモデルを指定してあげます。で、自分のレーティング情報、私のレーティング情報を使って、どんなプレ,、えー、とどんなプレデクテどんな映画に対してプレディックテッドレーティングが高いのかっていうのを出してあげました。で、そうすると、まあ、いろんな出てきました。ちょっと5、依然として5以上のレーティングがあったりとか、 ちょっとどうなのかなっていうふうに思ってるんですけど、こういうふうな映画がサジェストされました。基本的に僕、全く知らない映画ばっかりで、なんかすごい古い映画だったりするんですけど、なんかでもこれちょっと調べてみると、あの、パゾリーニっていうイタリアの映画の監督で、名前は聞いたことある、昔のクラシックな映画監督で、いつかはちょっと見ないとなみたいな思ってた映画だったので、これはちょっと見たいなっていう、1962年の映画なんですけど、見たいなっていうふうに思ったのと、 また、あと、ゴッドファーザーとかがあったり、これは大好きな映画なので、まあ、それはそうかなっていうふうに思ってます。ショーシャンクの空にっていう映画もあるんですけど、僕そこまであんまりピンとこなかったので、まあ、そうなのかなっていうふうに思ってます。あとは、スター・ウォーズ・エピソード4とか、僕も大好きなので、それはなんか正しいなっていうふうに、正しいというか、なんかもっともらしいなっていうふうに思いました。あ、これも、博士の異常な愛情とか、あの、スタンリー・キューブティックの名作ですね。これもすごく好きなので、 確かにちょっとまあ合ってる気はするが、まあ基本的にこのデータ、まあそうですね、結構名作と呼ばれる映画が多いので、そもそも、このこちらのデータには、こちらのムービーデータベースの2000年代から2000あ、1920年代から2000年代の結構名作の映画が多いので、まあそういう偏りもあったりするのかなとも思いつつ、まあそういうことを思った次第になります。なので、まあ、モデルとしてはまあ一定の成功は収めている、もっともらしいんじゃないかなっていうふうに思いました。 はい。で、まあ、そうですね、こちら、作成した後、まあリソースの削除とかもあの必要になってくると思うんですけど、まあ、えっと、そうですね、そのあたりはちょっと省略したいと思います。省略、一番怖いのは、やはりこのスロットの、スロットですね、スロットがですね、こんな感じで、その、これ、僕、 ブログとかいろいろ探したんですけど、なんかまとまってる、手順まとまってるサイトがなくて、結構いろいろ試行錯誤したので、もう改めてこの場であの、この資料の中でまとめました。えっと、スロットの購入が必要になってくるんですけど、まあ、この画像の通り、基本的にやれば、なんとか動かせる。で、怖いのがこのコミット期間っていうのが固定だと固定料金がかかってしまうんですね。えっと、普通に使うと最低のスロット数100でも、 月額2900ドルぐらいかかったりするので、フレックスっていうコミット期間にして、フレックスだとすぐにキャンセルできます。なので、1分かかった、1分後にキャンセルできるので、1分分しかかからない、最低で。っていうようなことができるので、絶対フレックスっていうコミット期間にするよう注意してくださいっていうところかなっていうのと、購入した後なんか予約を作成とか、なんか独自の用語が出てきてちょっと難しい割り当てを作成とか。 どこに、どこのリソースに割り当てを作成するとか難しいので、もうよろしければ、ちょっとこの参考にされた方は、実際にやってみようと思われた方は参考にしていただくといいのかなっていうふうに思います。ちょっとここでつまずいた方、まあ、質問があったら別に、あのコンパスのサイト上でも質問してくれたら、まあ、この辺でちょっとスロットの使い、作り方がわからないんですみたいなアドバイスができるかなっていうふうに思います。ちょっとここややこしかったので、改めてここでまとめたいと思いました。っていう感じで、えっと、 こちらまとめとしては、こういうふうなあの自分であの基本的にビッグケリメールのチュートリアルに従って推薦システムを作りました。で、それは強調フィルタリングっていう手法を用いた、一つの手法を用いた行列分解の禁似方法を用いたモデルになっています。で、その中で、まあ、ムービーレンズっていうデータを用いて、ムービーレンズっていうレーティングサイト、映画のレーティングサイトのデータを用いて、 モデルを作って、で、自分のレーティングっていうものをあの与えてあげると、まあ、もともらしい映画が、えー、提示されましたっていう、一定の成績を、一定の成功を収めましたっていうところが、あの、結果になります。はい。まあ、以上になります。いろいろその参考になる、あの、リンクを貼っておきます。こちらのサイトとか、すべてなんか、本当に詳しくまとまってて、また改めて行列分解の詳しい計算とか、勉強したいなっていうふうに思いました。はい、以上になります。ありがとうございました。